皆様こんばんは夏木まわりですどうぞよろしくお願いしていたしますようこそお越しくださいましたありがとうございますさあ素晴らしいお着物姿でお越しくださいました今日は、はい、あの後ろ姿も とっても素敵なので皆さんに後ろもはいありがとうございますお見せいただけますでしょうか <laughs>、はい、ありがとうございますありがとうございます,、はい、すまありがとうございます今日のこのお衣装に込めた思いはどういったものなんでしょうかそうですねやっぱりあのいざという時はあのお着物を着たいなとあの日頃から心がけているんですけどもまあ秋の秋尽くしでサザンカあのなでしこそしてあの少少いの帯とあのこちらのハッカケにはあの 三等歌の詩を書いてあるんですけど、句を書いてあるんですけども、もちょっと秋の気持ちで、そして今日は紫の,、はい、あのお色なので、帯を紫にさせていただきました <laughs> 素敵です、デコルテパープルライトアップ2 0 2,、はい、2ということで、白の着物に紫の帯を締めてきてくださったんです、はい、ありがとうございます私からは皆さんのお顔が全然見えないので、どこを向いてお話し,して、はい、大丈夫です。はい、はい、もう今日 目の前にたくさん皆さんお集まりいただいております。ありがとうございます。はい、今日はいつものイベントとちょっとあのね心持ちが違いますので,です、ね、緊張しております。よろしくお願いいたします。さあここで。 皆様にこのデコルテパープルライトアップ2022についてもう少しご紹介をさせていただきたいんですが、はい、実はこれはですね宮下公園開園以来初めてのクリスマスイルミネーションということになりますでこのイルミネーションカラーであるパープルは赤と青が混ざり合ってできるカラーでありダイバーシティの街渋谷の中心であるここ宮下公園で 年代、ジェンダー、そして国籍を問わず、多様な人が混ざり合い、認め合い、そして、互いいいに思い合うクリスマスマを表現しています、えー。そして今日のゲスト、夏木真理さん、ご自身もワンドムラブプロジェクトで、実際に発展途上国支援や、ジェンダーギャップの解消に向けて取り組んでいらっしゃいます。 あの夏木さん、この渋谷区のダイバーシティの実現ですとかジェンダーギャップ解消に向けた取り組みについてまたあのご自身の活動について少し皆さんにお話いいただけますかはい、あの私はあの渋谷には住んでないんですけれどもあの渋谷の活動には参加させていただいてましてあの区長には非常にお世話になってますがあの渋活ということであのはいあの渋谷の,まこの今ね、とても 革新的に進んでいるこの町から新しいことを唱えていこうということで、あの私もとても素敵な試みだなと思って参加させていただいたりしておりますけども、はい、私のあのワンのラブプロジェクトっていうのは途上国の子どもたちの支援活動です。はい、はい。でまああのこの今回のテーマにもあります人権問題もはじ、い、め教育とかそういうことを含めてあの世界がねもうちょっと幸せになっていけばいいなということで、はい、あの。 もう10年ちょっとですか、はい、やらせていただいている活動です。となると夏木さんにとっては今日のこのライトアップというのは、非常にに思いも深いもも深のになります、ねはい、あのこういうイベントが開かれると、はい、いうことは、一人でも多くの方にあの意識の中に、ねね、ちょっと残ればいいなということで、うん、素晴らしいイベントに参加させていただいて、はい、光栄ですでは改めてこのパープルライトアップについて、もう少し皆様にご紹介をさせていただきます。 SDGs 目標であるジェンダー平等の実現を目指しグローバル共通の社会課題の一つである女性に対する暴力の根絶に向けまして日本では内閣府が毎年11月12日から25日までの期間中女性に対する暴力をなくす運動を実施しておりますその活動のシンボルであるパープルリボンにちなみまして 東京スカイツリーなど全国300箇所以上で紫色にライトアップをするパープルライトアップが実施されますこのパープルライトアップには女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに一人で悩まずにまずは相談してくださいというメッセージが込められていますそこでデコルテパープルライトアップ2022では パープルリボン運動の開始日である本日11月12日に合わせて店頭を開始するということになっております夏木さんもどんな空間になるのか本当に楽しみですよね、はい、はい、すごく楽しみです,みですはい、はい、さあそれではステージ上いよいよ準備をさせていただきます店頭ボックスの設置をさせていただきましょうの夏木さん、今日は渋谷、宮下公園ですが、はい、渋谷や宮下公園に対して思い出など 終わりななんじゃないですか、はい、あのこの宮下公園になねパークになる前からこの辺はうろちょろしておりましたので。 このの様変わりを昭和の女といたしましまてはもう最近びっくりしておりますけれども私がやってるラジオの収録もこの近くですし毎週来ております、はい、そしてあの下にいろいろ大好きなメゾンもありますのでお買い物に来たりお食事に来たりしてますけどももうみんなあの若い方たちもあのすごく楽しそうにあの行き来してる姿をはいしょっちゅう拝見してるととてもまたこのランドマークとして。 一つあの新しい渋谷になったんだなっていう感じがいつも伺うとしておりますそうですよね、はい、そんな夏木さんにとっても思い出深いこの渋谷、宮下公園で、はい、今日は点灯式となります点灯です。 宮下公園がパープルの光に彩られましたメンタルをヘルシーに保つ秘訣をお伺いできますかとということですあのメンタルとフィジカルというのはとてもあのお互いに影響していると思います。はい、ですからあのメンタルがやられそうだなと思うときには割と自分から動いたり。 まあ、あの家の中でも本を読むとか何か行動を起こすということが非常にあの自分の中の環境を作ることにすごく私は役立っています、ね、落ち込む時に、はい、だから動くことがとてもいいんではないかと思ってますけど<ー>、はい、その動くというのは運動という意味だけではなくて、はい、そうです行動を起こすということですねはい新しい本を読むとか、はい、何かやってみる、うん、趣味を広げてみる 誰かと喋ってみる、何でもいいと思うんですけど、なんかじっとしてるとこうメンタルがなんかだんだんこう鬱状態になるっていうか、そんな時もありますので、はい、そういう時はそういう風にしています。なるほど、はい、小さいことでも新しいことに取り組んでみるということですね。はいはい、ありがとうございます、えー。そしてもう一つがですね、20代から30代女性の場合、周りが結婚をしたり出産をしたりする友人が増えて、自分だけ取り残されてると焦る方も。 多いですそんな女性たちに何かアドバイスをいいいただけなででしょうかうか、ん、ということこす私もあのそういう時期がありましたあの周りがみんな結婚したり出産したりするっていう過去があって焦ったんですけどもなんかやっぱり自分は自分のその結婚しないその時はね子供がまだ持てないっていう自分の,その任っていうものがあると思うのであの自分らしくそのやりたい夢に向かってこう 進んでいるとか、日常のその仕事をするとか、うん、そういうことで自分はその人なんだなということで、あんまり周りと比べないっていうか、うん、そういう風にしてきました。うん、はい。やっ比べないと思っていてもやはりこのね先代の時にはナツキさんもちょっとは苦しい思いをされたということですか。はい、ありました。はい、うん、はい。やっぱり誰もが通る道ですよね。そうですね。うん、うんうん、そこであ自分らしくなれるか。 ちょっとあの迷っちゃうかっていうことになると思うので、あのまあ自分らしくいける生きるようにいけるように生活できるように、そう時間をうまく使った方がいいと思います,そうですね。はい、そういう時はより自分に注目をして過ごしていくのが良さそうですね。はい、ありがとうございます。 え続いては夏木さんの活動についてもご質問がいただいております、はい、え夏木さんは SDGs という言葉が浸透するずっと前からワン・オブ・ラブ・プロジェクトなど社会貢献活動を進めていらっしゃいましたがおかしいと思ったことに行動するこれは何をきっかけに始められたんでしょうかというご質問です、はい、私はあのー、そのそ自分のプロジェクトワン・オブ・ラブ・プロジェクトをあのー。 進める前に途上国の子どもたちの支援を送金して、あのー、進めてたんですねだけどその子どもたちに会いたいという思いが大きくなってその子どもたちに会いに行く旅があのプロジェクトを作るきっかけだったんですだからそのご縁とか出会いとかそういうことで、まあ、あの周りの友達友人たちの応援を得て今も続いてるんですけど。 だからでも、そのご縁とか出会いっていうのはやっぱり自分が思ってないとそういう人たちに会えないので何かしら、そういうふうにどっかで思ってたのかなっってて今思ってますけど、はい、その一歩踏み出して今もなお続けていかれている原動力になっているものはどんなことですか。ううんなんなでしょうねやっぱり生きていく 生きていくこと自体のそのエネルギーっていうかその生きることの大変さなんですけど何か面白いと思ったものにこう動いてしまうあの自分がいますけれどもなんかあんまり考えずにあの直感でいろんなことをやってます、はいはい、あんまりそんな深く考えてないんですけど、はい、ありがとうございます、えー、そして最後の質問になります。はい SDGs17 の開発目標の中でもジェンダーの問題は日本ではなかなか浸透しなかったように思います女性の暴力の根絶を改めて訴える必要性をどんな面からお感じになりますかというご質問ですやっぱりあの世の中が成熟しないとこの問題はあの解決に遠いと思うんですけどもあのやっぱり人権みんなそれぞれ平等だということを 一人一人がこう何て言うのかな当たり前に考えられるような世の中になればいいなと思っていますけれども特にあの男性社会なのでねあのもうちょっと男性上位ではなく平等にあの女性たちももっとあの仕事の環境とか収入とか例えばその退職する時のこととかも ちゃんと考えられる世の中になればいいなと思いますけど、はい。ね、ありがとうございます、えー。それでは以上で代表質問は終わらせていただきます。す改めまして本日のゲスト俳優の夏木マリさんでした。どうもありがとうございました。